あ、ちょっとデカめな声で喋ってみて。はい、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 はーはーす、じゃあ、モンスターからどんぐらいぶり？モンスターが4月だから8ヶ月ですね。はい、8ヶ月ぶりアルバムですね。ああ、結構すごい短いスパンで、うん、近いよ。だって1年で1ヶ月に2曲みたいなペースだよね、うん、20曲以上あるから、うん、でも発表の仕方としては2枚セットで発表してたよね。そうです、うん、一応なんかそれはどういう感じ、まあ、曲が溜まりすぎたとか、どういうのがあってその2枚発表になったの？最初は曲できすぎて1枚の予定だったんだけど、それが2枚になっちゃって、でもう2枚出そうってなって、2枚同時に出そうってなって最初は。でもまあなんか同時に出すのちょっともったいないなってなって、まあだったら春に1枚と秋に1枚みたいな風にしよっかってなっての2枚ですね、うんうん。まあ、曲できすぎたっていうのは面白いね。今まであったのそういうことって。いや、まあでもやっぱそもそも1枚目のモンスターもあれ今年だから、本当は去年出す予定だったし、まあ、もろもろそのコロナの影響で全部後ろ倒しになってて、うん、モンスターもちょっと出せないまま一発目の緊急事態宣言とかになって、でその間にまあみんな曲作ったりとかして、でそれ開けた時に集まった時に、あ、なんか曲めっちゃできちゃってんな今みたいなことで、で今年は今年って去年かはこの感じだとちょっとリリースするのも1枚も怪しいねみたいなのだったから、だったらもう取って取って来年2枚出そうぜみたいな流れかな。あ、じゃあ結構コロナ関わってるのね。うん、めっちゃやっぱ頑張ってるっすよね、うん、どうしても。やっぱ家にいたっていうので。ああそうっすね、ちょっとしんどかったっすもんね、曲作るけど、作りまくるけど、もうそれしかやることないみたいな、うん、それだけがまだ、スタジオ行くだけが楽しみだったかも、その時は。なんかそれしか予定がないみたいな。けど面白いのはなんかあれだよね、この2枚に関してすげえいい曲入ってるんですよねって結構言うよね。あ、すげえいい曲入ってますよ、そりゃ。いや、まあ、それは毎アルバムそうかもしれないけど、けどまあ、もしかしたらその辛い感じで作ってた反面、曲はすげえなんか反動で。あ、そうなのかな。どうなんだろうね。どう、手応え的には。まあ、モンスターと比べてって言って、まあ、でもその時も結構できてたから、これはモンスター、これはスモークみたいな分け方したの。その分け方を教えてよ、そのいっぱい曲あって。あ、多分だからモンスターはそれこそロイ君とコラボしてみたりとかも含めて、でもともと揮発で出てた天童十報曲も入れたりとかしつつ、こうなんか本当アルバムって感じ、なんかなんつうのかな、こう強い曲集めたみたいなニュアンス、なんかモンスターっていう言葉にも合うし、その中でできてる曲割り振っていったら、なんか割とすんなり決まったっていうか、こう割り振りのところも大体イメージみんな、これがモンスターでこれがもう一枚の方だねみたいなで決めれたから、モンスターはそういう感じになって、でまあスモークに関してはモンスター発売した後もまだもちろん撮ってて、でまあこの間撮り終わって全部完パケしたんだけど、そのモンスターが最初に出たから、じゃあそのスモークはどういう風に違い見せるんだっていうので、まあ、原点回帰っていうテーマが出てきたりとか、そう、その間にそのイージーパンクっていう俺らのこう音楽ジャンルをイージーパンクっていう言葉を作ってみたりとかして、うん、した流れで、まあ、そういうアルバムになっていったらいいねっていう風な撮り方をしたりとかっていうので、そうですね、モンスターももちろん好きなんだけど、スモークの方がどっちかというと それぞれの個人個人では好きな曲多いんじゃないかなっていうイメージかな、うん。どう、そこら辺に関してヨッシーとかない？そうですね、本当最初のイメージモンスターとスモークにした時はスモークの方は割と軽やかなイメージ
だったんですけど、まあ、実際そうなんですけど、なかなか強いのが出来上がったなと思って、うん、いい曲あります。あ、そう、うん、結局いい曲いっぱい入ってんなって感じだった、うんうん、なるほどね。なんかそのイージーパンクパーク BBB、うん、とか、まあ原点回帰とかもそうだけど、それってなんでそういうことが生まれてきたん、まあそれってさ、まあ一緒じゃん、イージーパンクパークもさ、なんかちょっと似てるじゃん、そのそうですね、ちょっと初めの時の初期肖像とかもそういうなんかパンクっぽいものとかっていう話だと思うんだけど、それってなんでそういう風な流れになったのかって説明できる？あー、でもライブ結構やんのしんどい時期あったんですよ。ライブやること自体が結構ね、モンスター出してその後とかその前ぐらい、うん、なんか結構延期になったりするじゃしてたじゃないですか、うん、その時、まあ、お客さんも騒げないし、もともと人がわーってなるようなライブをするバンドだから、なんかねやっぱしんどかったんですよね。でなんかまあお客さんはそのなんていうのかな、まあ楽しんでくれてるんだけど、もちろんでもなんかもっと楽しませたいし、もっと気軽に来てほしいっていうなんかのがやっぱすごい強くなって、でなんかうまくもっとお互い楽しめる方法ないかなみたいな、もっといい感じでやりたいなって思った時に、なんかああいうスタイルになったんですよね、うん、シンプルに。なるべく、なんだろう、まあ、最近お酒とかも飲めるようになったから、ライブハウスとかもいろいろ回復し始めて、キャパも増え始めて、だからできればライブに来ることでお金を使うっていうよりは、来てチケット代はそんな高くしないで、なんか、まあ、それこそ高校生でも来れるぐらいの金額にして、まあ、好きなもの買ったり飲んだりしてもらう方がなんかいいなと思って、空気感も良くなるよなと思って、うん、結構それを目指したのはあるっすね。簡単に来てほしいっていう、気軽に、うんうん、なんか賢治の中でその原点回帰っていう原点と今まで何が変わった？なんかやっぱそのコロナになってやっぱライブ自体もすごいこう制約出てきたし、まあ、単純にその CD を売るっていう作業に関してもこう CD ショップが閉まっちゃってたりとか、うん、まあもう自分たちがこう天童寺いい感じにしていきたいねっていう流れの中で、いろんな方面でいろんな縛りが多すぎて、うん、って考えていったらなんかもう全部もういいやっていうか、なんかその投げやりじゃないけど、うん、こうなんかそんな全部に気遣って全部考えるのもうしんどいなって思ってっていうので、そのじゃあそもそも天童寺って何、まあ、やっぱりその家にいる時間も長いし、うん、その自分個人のことだったりその天童寺っていうものに対してこう振り返ってこう自己評価だったりとか自分で考えること多かったんだけど、まあ、その天童寺そもそも何が良かったかって、やっぱライブでめちゃめちゃね、ライブ小さいライブハウスでバーッと盛り上がってるのが良かったりとか、うん、まあ、単純にそのいろんなこと考えないでこう自分の曲作って自分の好きな曲を作るっていうのがもうそもそも始まりだったりとか、なんかそういうのを考えたら、まあやっぱり良さって絶対オリジナリティにあると思うから、うん、なんかそこにこう立ち返るようにしたいなっていうのはので原点回帰っていう言葉が出てくるみたいなことかな、うん、だもんね、うん、やっぱこの現状が、うん、なんていうの、ベストじゃないもんね、単純に。だから何かしらその先に何かを変えていかなきゃなんないって感じは多分みんなあると思うんだけど、うんうん、それがよくわかんないっていう、うんうん、そういう感じだったらいいのかっていう。なんかすごい今いろいろねじれてて、こういろんなところに矛盾出てくるんだけど、やっぱその当たり前にあったそのライブハウスにでみんなお客さんが気軽に来てっていうのをもう
結構目指さなきゃいけない状況になってて、うん、ただそのそれってそもそも当たり前なんだけど、だからそこをもう一回目指した時にまた多分新しい形になっていくんじゃないかなっていうのもなんかあるし、なんかそこをまずやっていきたいなっていう。まあそうだよね、だからなんかちょっと止まってる部分があるがゆえにやっぱ原点回帰とかさ、やっぱイージーパンクパークとかっていう言葉がさ出てくるよね。それが当たり前だったらさ、まあ、イージーつうかって話じゃん、まあ、普通に来るしみたいな、だからイージーじゃないからイージーって言えるってことなのかな。うん、まあそれコロナ的なことはさておきですけど、スモークの MVP 誰の MVP？ うん、スグルさんかな。スグルさんかも。裏方回しちゃおう。裏方すごいからね俺ら。まあでも確かにね、まあ制作チームはマジで2年間ずっとやってたから、うん、そのアルバム2枚作るのもう2年間ずっと会ってるわけで、なんかねもう緊張もしないしさ、なんかあってもなんかうっすぐらいの感じで、もう家族っぽくなってるからふと忘れちゃうけど、いやマジすげえなって思いますよ、あの人たちに感謝というか。じゃないとまあどっちのアルバムもこの形にはなってないし、そう、うん、まあ、特にドラムが俺はやっぱ良くなったと思うな、レック、うん、全然変わったよねやっぱね、あの人たちが入ってきて。最初の頃言ってたのはその兄弟2人に関わったら何か完璧になるからスケベですね、半年預かれば一流にできるとか言ってまさに成長のなんていうか、もうピッコロみたいし、ピッコロとバンド確かにそうだね、すげえ高いあの岩のとあの塔から下に上げられて最後守ってくれるんですよね、ピッコロは。完全にピッコロさん確かにな、背中に間が入ってます練習した、練習しました、あのチームはすごかった、ね、練習しまくってさ、うん、結構言われたっすよ、あとちゃんとうん、楽器こう弾いた方がいいぞとか、俺らも結構そこはシビアにやっぱ言われたな。本当にケンジの曲なんてマジで、俺前も言ったっけ、マジでケンジが一日ギター練習してる日だけとかあったの、レコーディングでずっとできなくて。何の練習してんだろう。こっちからちょっと寝ちゃったりして。もうさ、コロナだからさ、全員はさスタジオ密になるから入れないから、でケンジだとその何プロデューサーとかだけが入ってて、で俺は下で待ってるわけ、待ち合いで、で。俺も1時間経ってっけど、まだあのフレーズ終わんねえのかなみたいな、同じアルペジオがね、ずっと2時間ぐらいなんで、2時間経っても終わんねえから、はい、これどうすんだって、3時間経っても終わんねえから覗いたらなんかマジかよ、片山さんがそこにコーラス入れてたりね、その練習練習に対してジャガジャガ結構そういうのあったの？いや全然あったよ。まあなんだかんだドラムもめっちゃあったし、うん、ドラムなんか曲でなんかあの曲のレコーディングの時とかって話できる？忘れちゃったな。なんかフィルがハマってないよねみたいな。ああ。I don't need だってめちゃくちゃ時間かかったよ、ドラムも。確かに。I don't need だね。I don't need ってマジでやばかったさ。全部。その跳ねるっていうのはむずいんですよね、うん、基本のリズムが跳ねているビートを叩くってことは、うん、そうむずいんだ。
それがもうそもそもあんまり全員理解してないみたいな、うん、どっから入ってるか、うん、正解が分かんないままやってるみたいな、うん、あん時よかったね、あれアイドニードだけだっけ、あのそのギターで、あ、ドラムテック入ってもらってるスキルピルズの弟の方のサトシさんが、うん、あのちょっと体調不良って来れなくなっちゃった日があって、ドラム取る日にその時にその片寄さんのバンドのグレート3の白根さんが、うん、あのピンチ来たら来てくれて、そうじゃん、そうで、その日一日ね、あの直ちのドラムやったんだけど、最後バナナハイウェイって曲撮ったんだけど、それはもうほぼほぼあの一発 OK みたいな、感動してたよね、白根さん、うんうん、めっちゃ良かったよ、かっこよかった、あれ自信あったけどね、うん、あれなんか良かった、あの一日、確かに懐かしいな、うん、緊張したなあの日は。してたね。うん。なんかどういう風に、まあせみんな結構言ってくれるじゃん、ドラムがあってさ。大工の中でなんかどういう風に変化してってんの、自分のドラムって昔となんか比べて。なんか、うん、またドラゴンボールみたいに、海洋拳できるようになったみたいな感じで。あ、そう。なんていうんだろう。人が、うん、上手い人が、あ、これすごいって思うフレーズが何やってるのかもう分かるんですよ。おお。手順。なるほど。そう。見えるようになったんですよ。ああ、なるほど。すげえ、見えなかったんだ。今ね。なるほどね。そう、歌謡圏だろ、マジで。なるほどね。うん、今まですげえしか思わなくて、うん。どうやってんだろう。めっちゃ常盤だけど。歌謡圏。蹴りが何発入ってるか見えるみたいな。そうね。でも、石油とかもスーパーサイズだからさ。ああ、なるほどね。それはもう分かんないけど。まあでも海洋圏使ってたらスーパーサイヤ人には勝てないけど、スーパーサイヤ人同士の戦いは見えるっていう。見える。見ることはできる。見ることはできる。やれと言われたらまた違ってくるけど。ああ。そっか。まあでもそれは結構なことかもね。うん、でもやっぱさ、こう体型とかもそうだけどさ、ずっと一緒にいるじゃん。うん、あの俺とかも太ったけどさ、この何年かでさ、多分こいつらは。気づかないじゃん、一日一日、うん、急に会った人がさ、まあ、めっちゃ太ったりとかあるけど、うん、それと同じドラムとかもずっと見てるからさ、上手くなったの気づかないと思うじゃん、気づけるぐらいやっぱ上手くなってるから、うん、すごい上手くなってるんだろうなと思う、うん、だから俺ぐらいになるとめちゃくちゃ思うもんね、うん、だよね、さ何ヶ月に1回ぐらいずつ見るじゃん、そのドラムを、うん、すっげえ上手くなったなって思うよね、周りのバンドにだから言われるっすよね、だいたい俺も他のバンドと喋るとそのこと言われるっすね、うん、昔はそんな8普通の糸ミート叩けてるライブしてんのに盛り上がってんのに盛り上がってるしみんな飛んでんだな、よくこのドラムよく飛べるねって自分で飛んでると速くないし、そう BPM マジ15ぐらい変わってんじゃねえかあるもんね、まあそれまあでもモンスターの時も言ってたからスモークも引き続きそうになったんですよね、うん、まあそうっすね、そうっすね、うん、それは一番あるかもしれないですね、吉井的には何かあるこのアルバムの、まあ、サウンド面においてね、サウンド面において、うん、そうですね、吉田的には、うん、まあ、モンスターの頃からもそうなんですけど、うん、かなり低音が強くなってるんですよね、あ、そう、うん、サウで出ないところとかも出てるので、うん、あ、じゃあもうその音質というか音源的に変わってるってこと、そうですね、ちょっとベースの役割が変わったかな、なんか、うん、それ、もうちょいなんかそのファンの人たちにその説明するとどういう感じ、とっても低いところはシンセに任せて、だからちょっともうちょい上の方に行ったかもしれないですね、シンセベースってことね、は結構入れてる曲は多いですね、うん、あとライブとかでも結構音変えましたね、うん、ちょっと激しくなりましたライブの時は、あ、そう、うん、ちょっと歪みを強くなりましたね、うんうん、その音良かったな、うん、最近それがめっちゃ気持ちいいっす、自分は、うん、パンクな気持ちになってる、うん、